稲田直とは、広島県廿日市市出身の元プロ野球選手。引退後は、野球解説者、スポーツキャスター。1979年に廿日市市で生まれる。中学までは投手をやっていた。後に、プロでチームメイトになる3学年上の二岡ともが、骨折しても、なお、監督に叱られながら、ブルペンで投げ続ける姿に衝撃を受け。 高領高校に入学を決意する。入学後は遊撃手に転校。2年時の夏からレギュラーとなり、周期は中国地区大会にも進出したが、準々決勝で敗れた。3年夏の全国高等学校野球選手権、広島大会では3回戦で、瀬戸内高校に敗れている。卒業後は駒沢大学へ進学し、同野球部では1年次からレギュラーを務め、 4年や秋に大学日本一となった。東都大学リーグ通算88試合出場、294打数73安打、打率、248、0本塁打、21打点。1年上にプロでも同僚の武田久し、1年下に同郷で同じく内野を守った、そよぎ栄心がいた。大学卒業後は、社会人野球の NKK 入団。 戦闘打者として、第73回都市対抗野球大会ベスト8、進出に貢献し、若岸市長を獲得した。その後、日本交換と川崎製鉄との経営統合によって、JFE スチールが発足し、野球部も統合され JFE 西日本となった後も、そちらに移籍し、プレーを続け、2003年の第74回都市対抗野球大会では1回戦で、 敗退したが、遊撃手としての守備力が変われ、同年秋のドラフト会議で、北海道日本ハムファイターズに五巡目で指名され、入団。入団当初は、金子誠を脅かす、即戦力として期待されたが、2004年2005年ともに、一軍出場なし。二軍では打率、273を残したほか、遊撃手のみでは活躍の場が得られないとして、二類種を中心に、 内野の4ポジションすべてで起用された。2006年6月18日に一軍初出場を、果たし、同年7月1日の大東北楽天ゴールデンイーグルス戦では、プロ初打席で2塁打を放った。7月9日の大西ブライオンズ戦では三塁手として、初先発起用され、以降は、ホセマシーアス、飯山博マとの併用で出場する機会も増え、 8月以降は三塁手としては、チーム最多の19試合に先発。日本シリーズも、指名打者性のある、札幌ドームでの試合では、全試合でスタメンを勝ち取り、第5戦では、川上健進から反撃の突破口となる二塁打を放ち、その後同点のホームを踏んでいる。2007年は、開幕から一軍入りし、一塁手、三塁手、または、代打で起用された。 9月からは一塁一種のレギュラーとして起用され、ポストシーズンでも10試合中8試合に先発出場。先発でない試合でもベンチでムードメーカーとしての役割を果たし、1軍に定着した。2008年も開幕を1軍で迎えるが、死球による手の骨折で離脱。復帰後もベンチを温めることが多かった。打率が低迷する時期が長かったが、6月17日の 対広島東洋カープ戦でスタメン起用されると猛打賞を記録し、故郷に錦を飾った。2009年は一塁に、高橋真二三塁に、小屋の栄一が定着したために出場機会が減少するが、試合終盤の守備要員で起用されるだけでなく、8月6日の対埼玉西武ライオンズ戦では9回表に、決勝的自打を放つなど、代打の打率が4割を超える活躍を見せた。 同年11月25日、加藤武春、松井江拓広関口雄大との交換トレードで、坂本八太郎、松山ケツと共に、横浜ベスターズへ移籍した。背番号は32。横浜時代2010年は、開幕一軍メンバーに入るものの、22試合の出場に止まった。オフに、背番号を0々に変更した。2011年は、左の代打や、 ブレット・ハーパーの守備固めとして起用された。7月10日の中日ドラゴンズ戦では、代打で決勝的自打を打ち、三浦大介のシーズン初勝利を演出した。1軍で61試合に出場したが、10月9日に球団から戦力外通告を受けた。その後、12月6日に東北楽天ゴールデンイーグルスが獲得を発表。2011年12月8日に、 川島良、加藤大輔佐田岡拓馬とともに入団会見を行った。背番号は0。しかし、2012年は1軍では2試合のみの出場に終わり、シーズン終了後の11月4日、戦力外通告を受けた。同年11月17日、現役引退を発表。一時は楽天球団スタッフに就任する予定と報じられたが、2013年より、 札幌テレビ放送、STV ラジオの野球解説者、スポーツキャスターに就任。1月29日放送の土産子アイドより活動を開始した。その後は、STV、STV ラジオ以外の放送局でも、活動。2016年よりガオラ及び北海道、文化放送の中継に出演した。2017年7月11日には、テレビ北海道の中継。 8月13日には、北海道テレビ放送の中継に登場。現役時代は、瞬速高打と内野全ポジションを守れるユーティリティ性を武器に、主に台打など貴重なスーパーサブとして活躍した。非常に表金で明るい性格であり、ムードメーカーとして、チームメイトからもファンからも愛された。日本ハム時代は、試合後のヒーローインタビューで、 出身地の広島弁と北海道弁を混ぜた生ら最高じゃけんのの決め台詞でファムは明かせた。日本ハムから横浜へトレードを通告された際は日本ハムで骨を埋めたかったと漏らすほどチームに対して強い愛着を持っていた。日本ハム時代は自身がプロデュースした弁当、パンなどがローソンで一時販売されていた。卓球を得意としており日本ハム時代には ファンフェスティバルで行われた卓球王座決定戦で2年連続の優勝を果たしている。連載、ありがとうございます。